皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。大部屋ということで、今日は久しぶりに大好きな大葉をたっぷり使いながら、具材は大葉だけで、あとは調味料と合わせるだけで驚くほど美味しい大葉味噌焼きおにぎりを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。では今日味噌はこのようなね、合わせとかミックスと言われる味噌を使っていくので、ちょっとこう赤とかだと味が強いと思うので、できればミックス味噌または合わせ味噌を使って作ってください。味噌大さじ1と1/2に砂糖小さじ2、みりん小さじ2、すりおろしにんにく小さじ1、いりごま大さじ1を加え、全体をよく混ぜたら、ご飯 350g、だいたい炊く前1合程度の量になります。ご飯に味噌を少しずつ加えて全体を混ぜていきます。はい、では混ぜ終えて全体に均一に調味料が行き渡ったら、塩一つまみ加えて、大葉6枚をまず半分に切って、これはこの間友達と LINE してた時に聞いたんですけど、こういうね、キッチンバサミとかで切ると大葉のね、香りがすごくよく出るらしいです。こういうキッチンバサミあったらハサミで切ったり、ない場合包丁でこのように細かく刻んで加えてみてください。では大葉を入れたら、もう一度全体を混ぜていきます。大葉が全体に行き渡ったら、今日はこの100均のおにぎりメーカーを使って握っていきます。今回の分量でだいたい4個から5個分のおにぎりの量になるので、ラップとか使いながら握ってください。握り終えたら、一度ラップを取り外して、表面にこのように大葉を乗せて、もう一度ラップで包んで、大葉をしっかりとおにぎりにくっつけていきます。大葉を巻き終えたら、フライパンにバターまたはマーガリン 5g を加え、焦げないように弱火で加熱し、バターを溶かしフライパンを温めたら、おにぎりのラップを取り外して、大葉を巻いた面を下にしてフライパンに入れていきます。はい、では火を中火にして焼いていきます。では大葉にほんのり焼き色がついてきたら返していきます。では反対にも焼き色ついてきたら、おにぎりを立てながら側面もしっかり焼いていきます。では全体にこんがり焼き色がついたら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。はい、では今こんな感じに焼き上がりました。はい、ではこんな感じで大葉と調味料だけで驚くほど美味しい大葉味噌焼きおにぎりの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。僕もおにぎりが食べたいから座ってるんですけど、おにぎりもらえますか？明日誕生日やな。お誕生日お豆。はい、では今回は大葉だけで驚くほど美味しい大葉焼きおにぎりを作ってみました。それでは
本日はスラットアロエ&ホワイトサワーで乾杯。乾杯。くーアロイ。じゃあ早速いただきましょう。今回は今年の夏、もうこれでも買ってくらい大葉を使ったんですけど、もう夏もちょっとずつこう残りわずかになってきて、大葉をね、たっぷり使いたいなと思って、焼きおにぎりを作ってみました。じゃこのまま手づかみでいただきます。ナイス、ライス。あ、美味しい。うん、味噌をベースにみりんや砂糖を入れた甘味噌がご飯によく合って、いりごまや少しすりおろしにんにくを入れているので、このにんにくの風味がやみつきになるようなすごく美味しい焼きおにぎりになってます。でプラスここにたっぷり大葉を入れて、焼くときに表面にも大葉を貼り付けて焼き上げることで、ほんと具材がね、この大葉だけなんですけど、大葉の風味とこの味噌の味ですごく美味しく食べれると思います。で調味料とあえてこのまま食べても美味しいんですけど、焼きおにぎりにすることによってこのね、焼き目が香ばしく焼き上がって、味噌や大葉の風味が引き立ってより美味しく食べれます。でこう焼き上げることにちょっとバターをね使うことによって、バターの味がうまくこのおにぎりに染み込んで、このバターの風味がね、大葉にも味噌にもよく合ってすごく美味しく焼き上がります。ほんとこの味噌とみりんと砂糖で甘味噌の風味がすごい口当たりがいいので、今回おにぎり4個分作ったんですけど、1個でもねペロッと食べれるような感じになってます。ほんとこうボウルに材料入れて混ぜ合わせて、あとこう大葉チョキチョキっと切って混ぜ合わせて、あと焼くだけなので、すごく簡単に美味しく作れるようなレシピになってます。なんかほんと大葉だけなんですけど、これで十分いいですね。これと天野フーズのフリーズドライ味噌汁があったら、なんかもう昼ご飯とか終わりそうな感じですね。うん、はい、ということで今日は大葉だけで驚くほど美味しい大葉焼きおにぎりを作ってみた動画でした。ご飯に合わせた甘味噌が口当たりがよくすごく美味しいレシピで、たっぷり入れた大葉の風味とバターで焼き上げることによって、このバターの風味がおにぎりに染み込んですごく美味しく仕上がると思います。焼きおにぎりって言うとこう醤油のねイメージが多いんですけど、味噌で味付けして、あとはね大葉を入れるだけでほんと少ない材料で美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。オーバー。おにぎりにチューハイが合う。